ういうこっちゃ。そんな、近藤さん、間に合わなかったってのか。ミブロメ、とうとうやりよった。無茶苦茶にも程があるわ。町に火つけて回るなんて狂気の沙汰や。あいつら一体何のつもりやねん。おい、今の話本当なのか。何ですかお侍は。これがミブロ新選組の仕業だってのか。ああ、せや、あの浅葱色の連中が方々で火つけて回っとる。うちもこいつもみんな見とるんや。くそ、ちょっとはじめちゃんどこ行くんや。
かし、えらいことになっとるの。縁組がやってやと大使の。ちょ、待ちや。新選組がやったってなあ、ほな、はい、おう、なん、何が目的かし、キックスやったれ。本気で行くで。だな。
だ来るんかい。こんな暇あった。くそ。しゃあない。わかった。隊長、この辺の家の金目のもんはあらかた取り尽くしました。おう、待て。な、ハルタ、今日やはりそのどうぞ。なそれどういう新参お前はどうやらならなんだしなぜそう勝つなるほど。
坂本龍馬の歴史にお前の名は必要ない。坂本龍馬。さらばだ。ちょっと待て、助けてくれ。
本堂。斎藤か。大丈夫か。何があったんだ。俺としたことが切られちまったよ。いや、お前こう思ってたんじゃねえのか。俺が今日に火をつけたってよ。あんたが新選組に命じたんじゃねえんだな。たらめえだ。今度あんた誰にやられた。わからねえよ。だがその男にお前に伝えろと言われた。御所で待つと。御所だと。奴の狙いは帝だ。今日の町を新選組の手で焼かせて、その隙を狙って帝の命を奪う腹だ。帝の命を。もしかしたらあの男がもう一人の坂本龍馬なのかもしれねえ。大政奉還がなった今、連中は焦ってるはずだ。幕府側の俺を帝暗殺の犯人に見せかけて、幕府と朝廷の戦争を仕掛けるのが目的だろう。じゃあ新選組は利用されたというわけか。皮肉な話だな。京の町を焼こうとして京に登った俺が坂本龍馬という男に出会ったことで京の町を守る道を選んだってのによ。結局最後は京を焼いた男として歴史に名を刻んじまうんだからな。しっかりしろ。これまで頼み事ばかりで、あんたには何一つしてやれなかった。だが、最後にもう一つ、俺の頼みを聞いてくれ。なんだ？この手紙を、都市に渡してやってくれ。近藤勇、最後の策だ。最後の策。俺はよ、龍馬さん、あんたに会えてよかったと思った。あんたに会って初めて本当にこの国を変えられるんじゃねえかと、そう思うことができたぜ。今度さ、俺のことはもういい。それより御所へ偽の坂本龍馬を止めてくれ。日本語頼んだぜ、坂本龍馬。俺も近藤勇という男に出会って変わっちまった。東洋のおやっさん、それにあんたから託されたことを誇りに思う。俺は必ず俺のやり方であんたたちの意志を継ぐ。坂本龍馬としてな。
らっしゃいませ。久しぶりです、筆頭。お前がもう一人の坂本龍馬だったのか。その顔はほっとしたってところですね。何？あなたはここに竹地先生が待っていると思っていたんじゃありませんか。お前の目的は何だ、いいぞ。どうして俺の名を語り、こんなことをしている。どうして竹地を裏切ったんだ。竹地とお前の間には深い絆があったんじゃないのか。裏切った。私が。ああそうだ。新選組に捕まった後、土佐に戻ったお前の自供が原因で竹地は切腹させられた。だがあの時、新選組に捕まることも、その後のこともすべて、最初からお前は見越した上で動いていたんじゃないのか。それじゃああなたは、私が竹地さんを山内陽道に売り、こんな計画を仕掛けたと、そう思ってるということですか。ああ。本当に？何が言いたい？あなたは嘘をついている。心の底では竹地さんがもう一人の坂本龍馬だと確信しながら、それでもなお竹地さんがあなたを裏切ったという事実を認めたくない。そうなんでしょう。あなたは怖がっている。真実を知ること。いざ決着をつけましょう。私は斎藤はじめじゃない、本物の坂本龍馬と戦える日をずっと待っていた。私はこうしてあなたと戦えればそれでよかった。もう一人の坂本龍馬に命令され、近藤勇を殺し、こんな状況を作り出したのはそのためです。勝負をすれば全てを認めるということか。ええ、悪い条件ではないはずです。いいだろう。これで終わりだ、伊蔵。俺は人斬り伊蔵としてのお前の人生に終止符を打ってやる。来い、伊蔵。行くぞ。Thank you.
ここがあなたの墓場です。私は結局私はあの人にとってあなたの代わりにはなれなかったってことか。武市は兄弟は生きているんだな。あいつがもう一人の坂本龍馬なんだな。あの人はあなたを待ってます。ずっと武市さんはもう戻れないところまで来てしまった。あの人を止められるのはあなただけ。いざ。私はあの人の兄弟にはなれなかった。あなただけなんです。あの人の全てを受け止められるのは。いいぞ、しっかりしろ。いいぞ。武市さんは今日にいます。だから分かった。必ず俺があいつを止める。よかった。
兄弟、お前の目にはこの空がどう映ってるんだ。新選組を抜けるつもりですか、斎藤。逃げんのかい、はじめちゃん。逃げる。せやけどな、仲間残して一人で何もかも抱え込んで戦いに向かうんは逃げるっちゅうことや。戦いっちゅうはどうしてだ。人間、共に戦い、共に考え、共に悲しみ、共に喜ぶ。せやか。だが俺はこれ以上。それがどないした。起きたな、新八。ああ、長倉。土方。それに坂本。仕事。近藤勇。お待たせ。しかし、いやはや逃げ惑う。今日は、いや、これし新選。昨晩の、ま、だがしかし、ふん。いや、実際放火に加担し、ああ、私たちは、君たちは、だが、アイス、ああ、なんだ、近藤さんは、だがその実現は新選組のごく一部の人間だから。そうですか。攻めるつもりは、まあ、ない。山の実、松原、谷、鈴木、源さん、それに佐之助、半数の隊長格を失い局長も不在の今、新選組をこのまま続けていくことは難しいと考えている。それは確かに。だから私は局長を、斎藤はじめ君に託そうと思う。何やと。斎藤君、どうかね。謹んでお受けいたします。ちょっと待て。そない青な話やるか。何か問題でも。斎藤はちょっと前に入ってきたばかりの新参者やないか。そないな奴が局長やなんて納得できるか。新参者でもええやないか。はじめちゃんはここにいる誰よりも強い。強い奴が頭を張る。自然の成り行きやないか。起きた。
伊藤は一ついいかね、副長。何でしょう。確かに斉藤君は剣の腕が立つ。それは私も認める。しかし新選組は幕府直属の権威ある武力組織。その局長は知識、教養、道徳、見識に長けた人間が務めるべきだと思う。それは一理ありますな。近藤局長はその全てを兼ね備えておられた。だがその局長が不逞浪士に切られ死んだ今、これ以上新選組の名を地に落とすようなことはできない。新選組次期局長はこの伊藤貸し太郎が引き受けよう。これは新選組を最後まで守った近藤さんの意志に報えるためだ。そうや、伊藤さん以外局長は考えられん。それはちょっとおかしな話ですな、伊藤さん。何がだ。私は近藤局長が死んだなどとは一言も言ってませんが、さて不思議な話だ。私は局長が不在だと言ったまでです。それは毎度のことだったはず。なのにあなたは死んだと言った。しかも不逞浪士に切られたという理由まで付け加えて。何を言ってるんだ君は。近藤局長は生きている。それとも伊藤さん、あなたは私たちが知らない何かをご存知だということかな。答えられない。ということは認めるということかな。どうやらあんたには坂本龍馬って男の息がかかっている。わかったな、土方。ご安心ください。ここであなたが粛清されても新選組は続きますよ。近藤勇局長体制のままずっとね。くぅ。参ったな。新選組を抜けるときは死ぬときだと思ってたのに、こんなお別れになるとは思わなかった。平助、今伊藤さんを殺されたらいろいろ困るんだね。平助、お前さあここを通してもらおうが、副長さんよ。てよく新選組を奪い取るつもりだったが仕方ねえ。だが大使はまるっといただいてくれ。裏切る手はずも整えていたか。今日から俺らは五稜維持という新たな組織として独立する。新選組の役割はもう終わったんだよ、土方さん。金にならねえ組織に人は集まらねえ。隊長閣4人、残り少ない大使たちと一緒に
せいぜい頑張るんだな。それじゃ。